しかしまあなんですな、鹿だけに。いや今年もいよいよ年の瀬ですよ。毎日毎日あっという間ですけど、頑張りすぎて体調など崩されませんよ。なんとか乗り切ってくださいね。でももちろん年越し準備もお忘れなく、年末年始に欠かせない商品を豊富に取り揃えたお近くの丸井でお早めにお願いします。しわすだけに。年越し準備はお早めに。急いでいくしか。